さあ、やってきました、平畑フットボールクラブですけども、さあ今回は、コラボ企画ということで、まあちょっとよそのチャンネルと一緒に合体してやろうということで、この方たちと一緒にやりたいと思います。週休メガネーズの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。コラボ企画ということで、はい、前回は、実はこちらの週休メガネーズの方で私が出させていただいて、一緒にやったわけですけども、我々3人でやってるんですけど、まあ、週休メガネーズと言いつつ今いろんなこう試みでやってますけど、まあ、北条さんが一人で予備校的にやったりだとか、まあ、川端さんもこれから多分一人で何かをやられたりだとか発展していくような気がしますけどさ。そうだったのか。ちょっとまだ始めたばっかりでそのなんか先行き不透明感だ。いや、そもそもチャンネル持続できんのかって話ですからね、これ。いや、だから何その後ろ向きな感じ。いや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 、 いやいや、北条さんホワイトボードを使ってガンガンやってたじゃん。超楽しいみたいですよ。ここいや楽しすぎて最後もうホワイトボードに余白なくなってるっていう。いや字が汚くて読めないですよあれ本当にね。すいません、ね、字が汚いっていうよりもあの字が細かくて見えない。ちっちゃい、ちっちゃい。確かに字まで寄らないからわからないよね。字寄ってないんだ。そうかそうか。そうか、すいません、すいません。あれすごい。だからいつもは基本はこのお3人で週休メガネーズ、うん、そうです、はい、はい、まあ、いろんなことを話しながら、まあ、選手のことを取り上げる、はい、まあ、メガネのおメガネというコーナーがあったり、うん、週休砲弾いろんなことを話題にしたりとか。何も笑ってる、おかしくない。いやいやいや、課長頑張ってるのに、うん、あの最初の女子リポーター3人はどうやったんですか。あれでしょ、びっくりしましたよ。うん、僕らがびっくりしましたよ、あれ。美魔女がやってきたみたいな感じになったんですよ。びっくりしました。すごい襲撃に遭いましたよ。うん、なので、平畑フットボールクラブをいつも見てるよという方も、ぜひこちらの週休メガネーズの方も、ぜひお願いします。見ていただきたいと思いますし、ありがとうございます。いつもみたいな感じで。はい、チャンネル登録お願いします。こちらの方もお願いします。お願いします。さあということで、まあ、前回はそちらの週休メガネーズの方でスタートしてますけども、はい、Gリーグ歴代最強イレブンを決めていきましょうということでございまして、うん、ここから見たという方はぜひ週休メガネーズの方に行って、そうですね、1回目の配信をぜひ見ていただきたいということでございますんで、はい、ここでじゃあゴールキーパー誰やったって言わない方がいいのかな。言わない方がいいじゃないですか。言わない方がいいですよね。言わない方がいいですよね。うん、そうですよね。ここで言っちゃったらもうそっち見る必要なくなりますよね。そうそうそう。代表やめてくださいよ。危ない危ない。まさかあの人がゴールキーパーで選ばれるとは。そうですよね。はい。意外だったよね。意外だった。意外だった。みたいなこと言いながら、ルールはフォーメーション、442で背番号1から決めていくということなんですが、今回は、2回目なので、2番は何と言いますと、右サイドバック、うん、この J リーグ歴代でこの選手が最高の右サイドバックでしょう、ね、っていうのを、今回話し合っていきたいと思いますけども、はい、まあ、このコラボ企画大してルールはないんですけど、1個だけルールありまして、はい、最初北条さんにすると話が長くなるので川端さんからで決まってます。そうだった、それ決まったんだ。それだけルール、それだけ決まってます。なるほど、いいですね。それ大事なルールだと思います。すいません、すいません、北条さんいいですか、このルールいいですか。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、はい、じゃあ、川端さんからおきっかけに、はい、ちょっと右サイドバック論をいきたいんですが、川端さん、誰いきます？いや、右サイドバックはね、多分一番難しいんですよ。うん、で、まあ、もちろんいい選手がいっぱいいるっていうのはそうなんですけど、うん、一方で、本当に評価されてる選手って、実はすごく少ない。で、それはなぜかというと、J リーグの歴代ベストイレブンを見ていただければ分かるんですけど、右サイドバックがいないんですよ。うん、そうだよね。いないんですよ、本当に。で、左サイドバックがいない時もあるんですけど、左サイドバックは相馬さんが結構コンスタントに入ってくるので、うん、はいはい、そこそこいるんですけど、うん、ただ、
で、Jリーグのベストイレブンっていう枠で見ると、右サイドバックで選ばれてる選手がいないと。これはそもそも投票が、選手投票ですけど、投票が入らない、サイドバックに入らないことが多いっていうのもあるし、あと、各時代、各チームの右サイドバックがそれぞれ評価を得ていて、票が分散し続けたっていう、この両方かなと思うんですよね。なので、うん、多分11のポジションで一番燃えるのここなんじゃないかなと。で、まあ、個人的に、まあ、一人って言われると、まあ、ジョルジーニョと言いたいとこなんですけど、うん、まあ、ただ彼はJリーグであんまり右サイドバックでプレーしていない。でボランチでプレーしてた時期が長かったので、まあ、ブラジル代表の右サイドバックなんで、まあ、めちゃくちゃすごい選手なのはそうなんですけど、うん、まあ、彼はちょっと一回外して、僕は個人的には梶さん。あ、カジね。はい、気になる。はい。まあ、セレッソ FC 東京。あ、そうですね、カジカ。カジカフェオーナー。カジカフェオーナー。カジカフェオーナーを。カジカフェオーナー。ちょっと、押したいかなと。まあまあ、正直ね、セレッソに入った時は、それこまで注目されていた選手じゃなかったんですけど、松木安太郎さん、当時の監督が大抜擢して、彼を使い始めたら、こう、本当に、ちょっと、ちょっとずつどんどん成長していく選手で、正直世代のなんかトップクラスっていう選手ではなかったし、ユース代表入れるかなどうかなぐらいのラインだったと思うんですけど、もうどんどん成長していって、でもう日本代表のインサイドバックに成長していくっていう、その流れも含めてこう J リーグが育てた選手っていう、あ、そういう観点からも僕は梶さんは一個押せるかなと。ちょっと名前を挙げさせてもらいます。結構いろんなこう右サイドバックいますけども、その中でもやっぱ梶さんを、はい、そうですね、はい、あと試合数も499かなんかでしょ出場試合数がね、もう1試合いっといたらいいのにって僕思うんですけど本当だよ、ね、行かないのもなんからしいんですよ、ね、らしいな、わかりますわかります、ここでやめる勇気ね続ける勇気とやめる勇気みたいな、だからタカさん、いろんなところに通じますね、それ。いやいや、本当そうだよね、うん、で、あと1ってね、どういうね、うん、その1をカジカフェで埋めるだろう深いですよね、あと1ってね、本当本当そう思うね、深い、うん、え、北条さん、北条さん、はい、どうした、うん、いや、右は本当に、ね、最初言ったんですけど、超人っていうかね、運動能力の高い選手が山ほどいるんですよ、右って。うんうんうん、で、梶君はまさにその一人だし、うん、で、そもそもサンフレッチョ広島のね、柳本選手。ああ、いいですね。彼からこう始まってきて、はい、奈良橋選手もめっちゃ速い運動能力あるし、うん、そうですよね、スタミナもありますよね。で、中西英介とか。あ、まあ、英ちゃんはな、右サイドバックもできるし、うん、まあ、両サイドできれて、あとセンターバックも、ね。フォワードでいうともありますよ。そうなんですよ。で、カジ君もそうなんですけど、うん、そう、運動能力高い人たちって、ストッパーもやるんですよ。そうですよね。そうなんですよ。で、まあ、そういう選手たちがいて、まあ、その後もね、ずっと、まあ、酒井宏樹選手もそうですけど、うん、みんなこう、運動能力高い選手がガーっていて、で、その彼、あと外人選手で、まあ、いかにもっていう、エウシーニョね。ああ。もういかにもブラジル人の、まあ。いかにもブラジルのサイドバックですよね。うん、そう。でも、エウシーニョってさ、もっと、もともと前じゃないの、もう最初から。いや、そうかもしれない。いや、サイドバックなの、そう。でも、ブラジルのサイドバックって、そもそもサイドバックで育ってないですから、誰も。そう、そういうことで、もともと北条理論そうだよね。そう、いや、前がいっぱいいるからいや、前がいっぱいいるからさ、いいや、俺サイドバックでみたいな感じになるんでしょ。そうそう、うん、クライフも言ってましたよ。サイドバックってのは、ウイングでダメになったやつはサイドバックやるんだっつって。うん、クライフとかね。喋ったの、いやいや、いや、いや、なんかいろんな本に書いてあるんですよ。喋らないですよ、か。いや、それで、こう、そういう人たちが多い中で、うん、でも、一人って言われたら、うん、僕はもう、信久を選びたいんですよ。あ、俺、かぶった。一緒だよ。まだ信久。もうね、能力で言ったら間違いない。ちょうどね、浦和担当してる時に、まあ、僕、うん、アトランタ五輪でも担当してたからあれなんですけど、よく本人と話して、当時、外人で、チキとかね、うん、ペトロビッチとかいて、うん、で、日本人で海外、一番通用するの誰って彼らに聞くと、いや、シンジもいい。だけど、一番向こうで通用するのはノブヒサだって外人選手はよく言ってたんですよ。へぇー。やっぱノブヒサはすごいと。
やっぱりもうね、身体能力もそうだし、うん、ただ彼はそもそも J リーグでどのくらい本気出してたのかなっていう気がするんですよ。あ、でもそれはそうだよな、うん、だから彼がマックスでプレーしたらどんなプレーするのかなっていつも想像しながら、本気度はそう感じるね。うん、ね、本人に聞くと何言ってんすか、もう一生懸命やってますよって本人は言ってんだけど、だもっとできんだろうな本当はって、うん、いつも思いながら見てて、J リーグではじゃあそこはまだ見えてないってことですか。うん、だ本当はもっとできた人なんじゃないかっていうね。だから本気出した信久を見たかったっていうね。でもちろん J リーグでも多分何試合かそういう試合あるんですけど、もうあれ本気出したらもうどうやっても抜けないでしょうねきっとね、信久はね。いやだって今時のサイドバックって考えてもさ、どこでもできるからさ、うん、そうですよね。そうなんですよ。今の西区みたくさ、神戸のちょっと中入ってプレーできたりとか、うん、前でゲーム作ったりだとか、うん、まあ、フォワード的な役割もやったりだとか、うんうん、ゴールに飛び込んでいくのもできましたもんね。ね、やっぱりそもそもだって俺一番やりたいのトップ下だってずっと言ってましたよ、信久は。入ってましたね。うん、はあ、ちょっと桁外れだったなって信久は。でも練習終わったらすぐ帰るんでしょ。帰ってましたね。帰ってました。そこは信久的な。まあ子供できてからちょっと変わったかな。でもそこは僕はその真面目にねマッサージ受けるのも大事ですけど、うん、逆に終わったらすぐ帰るってプロっぽくないですか。いやプロっぽいですよ、うん、ほんとね。ねえ、うん、もうすごいかっこいいな。いや面白い人だったな。J であいつ501試合かな、J1 501試合で、J2 で39出てるから540試合出てるんだよね、うん。やっぱりそれだけ長くて、試合数もしっかりとこなしてるし、うん、俺も一押しは信久だったんだよね。ああ、そうっすか。やっぱ信久っぱ今に、本当に今に通じるサイドバックだなっていうふうに思ってて、うん。そうなんですよね。いや、信久以外もね、それこそ梶君だって、徳永雄平とか、英介とか、うん、みんなやっぱ運動能力高いから、うん、全然今のサッカーとか、オシムさんとか好きだったでしょうね。確かに、うん、なるほどね。あとコマちゃんね、コマちゃん、あ、コマちゃんとかね、そうですね、はいはい、あと内田篤人も忘れちゃいます、ね、いやほんとね、はい、篤人だってもともとウイングの選手でしょ、うん、そうですね、前の選手ですね、うん、なるほどね、うん、高橋さんのやってた時代とかでなんかご推薦の右サイドバックいないですか。中村中かな。ああしつこい右らさん、あの前に攻撃的というよりはある程度こう守備のバランスを取れる選手で、うん、やっぱりタイトにマークができる、うん、なんかちょっと違うサイドバックだったかなと。あ、ミニラでも左もやってましたよね。そう、やっぱり両方できるんだよね、うん、石川航君がいましたからね、右ね、うん、出たボリビア。うん、コーラ、コーラの津波とこういろいろ代表候補、まあ、変わって左やったりもするし、うん、石川航がいたりだとかもしたし、うん、まあ、そういうのは確かに、うん、結構じゃあ山田信久さん推しが結構多いですか。結構推しだな。俺は推しだな。高橋さん的にも、それこそさ、ジョルジーニョがさ、うん、あのサイドチェンジで出すクロスのさ、こう軌道のがさ、わかる、あれを見て奈良が2番つけたいって鹿島に行くみたいな、そう、あ、確かにね。でも奈良さんそれ真似したら全然できなかったいやでもジョルジーニョ右のサイドバックってあの人だってセレソンのベストイレブンに入りそうな人ですからね。そうですよね。そんなその人サイドバック今来たら大変なことになりますよ。すごい、そう考えるとアントラーズではやばいよね。やばいですよ。そもそもジョルジーニョもいたんだよ。そう、ジョルジーニョが J リーグでやってたってこと自体がもうちょっと驚異的ですよ。もういやだって MVP 取ってますもんね。取ってます、取ってます。だドゥンカとジョルジーニョバッチバチやってたんですもん。うわ、考えられないですよね。3敗を思いましたからね。3敗を思いたんだ。いや、ジーニョもいたんだから。そうですね。むちゃくちゃだよね。僕はやっぱり、まあ、試合数はそれほどめちゃくちゃ多くないんですけど、うんうん、なんかポテンシャルとか、そのなんか、うん、成長過程を見てたので、うん、やっぱり、酒井宏樹選手がね、ああ、そうですよね。なんか大型の右サイドバック。うんうん、新時代のサイドバックでしたよね、本当に。いなかったっすもんね。俺勝手に思ってるけど、酒井宏樹は多分レアンドロ・ドミンゲスが前にいなかったら多分ダメだったと思うんだよな。だからそこで成長していったじゃないですか。そうそうそう、うん、やっぱ使われ方とかがね、うん、うん。いや本当に一番伸びた選手かもしれないですよね、うん、そう。だから他の選手もね、うん、結構推したいというか、なんかちょっとこう右日本の右サイドバック像をちょっとこう変えていったような、うん、
なんかイメージもあるかなっていう気はね。うん、あと人柄も多分半端なくいいですからね。ああ、もう圧倒的にみんないいって言いますもんね。あとちょっと前にレイス、取材する人は結構その人柄大事でしょ、はい、大事でしょうね、多分ね。いやでもね、人柄悪い人は悪い人で面白いですよ。僕もあんま人柄気にしないんですけどね。本庄さん、誰が人柄良くないですか。いやいや、僕人柄あんま気にしないタイプなんで。あの、何人か名前上がりましたけど、うん、はい、この選手もちょっと一応名前だけでも挙げときたいなみたいな印象に残る右サイドバックっています？沢田健太郎さんですかね。あいいね、沢健いいね。沢健ね、いいっすよね。やたら柏出てるね。確かに、確かに、レイソフ率が高い。沢健は今も同じような感じだからな。そうですよね。だから試合もやってるし、ザ・ファイターですからね。今でもコーチになってるのガーガー言ってるし。はい、はい、まあ、ザ・クロスだからね。入ったよな。なんか忘れてますかね。あとまあどうですか高橋さん、最近はまた右サイドバック像もちょっとこう変わりつつありますもんね。まあ役割的にね、ただボールをしながらクロスを上げるんじゃなくてね、うん、ゲーム作れてとかね、うん、いろんな役割がやっぱ多くなってきてるからね、うん、さっきちらっと上がった西大吾なんかは、ね、まさに、うん、はい、うん、そうだね。なんかこう分かりやすくで、ね、右サイドをこうオーバーラップしてクロス上げるのが右サイドバックみたいな、うん、今までのね、うん、イメージとはちょっとまた変わりつつ、うん、あるね、ありますもんね、うん、だからこれをまた10年後ぐらいに同じことやったらまた変わっていくのかもしれないですね。それはそうですね、うん、確かに。ただ10年後だとあの J リーグでどれぐらいやってるかっていうのも多分ポイントになるでしょうね。海外行っちゃうから。そう、すぐ行っちゃう可能性があるから。だってそれこそ今さ、橋岡とかさ、やっぱりね、うん、出てきてて、いなくなる可能性だってあるしね。っていうフィジカル的にはすごい優れ、それこそ身体能力ある選手でさ、スピードもあってさ、うん、ガンガン仕掛けられる選手が出てきたからね、また、これはこれでまた面白いよね。だから J リーグの出場者数って、今すごい多い人たちってなかなか抜けなくなるでしょうね。あ、でもそうだな。ね。それはあるでしょうね。ね、うん、多分。うん、まあ、それでこう目立つ選手であればあるほど海外に行く可能性が高まるっていうことですもんね。うん、そうですよね。そうなっちゃうんですよね。でもこれ今の話でいくとやっぱ山田信久さんになっちゃうような感じですけど、うん、何ですか。いや、いや、まあまあいいんじゃないですか。いや、僕も全然いいと思います。これもいいと思います。全然いいと思います。スーパーなものを持ってた選手なのは確かなので。いや、もうね、ありがたいことです。手元にサッカーダイジェストあって、おお、なんか同じようなことやって、うん、僕もちょっと大丈夫ですか。北条さんはサッカーマガジンの人ですよ。はい、いや、俺マガジンの人じゃない。ダイジェストがありますけど。俺は、まあ、ダイジェストは愛読してたんだって。いや、なんか面白いのは、うん、いや僕も書いてますけど、はい、意外と山田信久さんの名前ないんですよね。え、ああ、ここにそういう選んだりする。多分ね、信久はウィングバックとかやってるイメージが強いんじゃないですかね。ああ、裏はフォーバックよりウィングバックの方が多かったから。まあ確かにそういうイメージですね。うんうん、ここにはね、ほとんど名前がね、ない。出てないんですよ。おお。だからそれがね、なんかちょっと自分の中ではあ、すっげえ面白いなと、いう感じがするんですけど、でも。皆さんの話聞いたらすげえ納得なんですよね。でもなんか北条と一緒だったのがちょっと悔しいな。ね、それおかしい、それおかしい。いやでも信久はでも順番変えようぜ今度。いやでも信久はすごかった。だからこの前BS1 でね、うん、浦和が優勝決めるゲーム、浦和とガンバのゲームをやってたんですけど。うんうんうん、やっぱ山田信久さん前やってましたもん、その試合で。あ、そうですよね。2列目とかですよね、うん、うん、だからどうしても右サイドバックって右サイドバックだけの方がこう、うん、イメージがつきやすい。まあまあまあ、うん、専門職というかスペシャリストみたいな方が、うんうんうん、だからちょっとこの本の方では山田信久さんの名前がちょっと上がりづらかったのかもし、うん、れないですね。確かに。でもなんかいろんなことができすぎてたんだな。うん、だからそれだけでもやれてたっていうシャルがすごいってことでしょう、うん、まあ3バックのチームとかだとね、なかなかこうサイドバックの人選とかに入ってこれない人もいるじゃないですか、うんうん、だから鈴木秀人とかね、右で追い立っていいよなとかちょっと思うし、
でもあの時はもう完全に3バックの右とかの本当にイメージでね、うん、そうそうそう、そうなんですよ、そうなんです。そうだから結局、うん、そのジュビロのサイドバックはなかなか出てこないもんね。出てこないです、うん、その選手だけだとね、もう絶対ジョルジーニョとか言っちゃいそうなんですけど、やっぱりその、ね、うん、J リーグで右サイドバックをあまりね、うん、やってないみたいな部分もありますし、そうですよね。で昔はでも勝谷さんみたいにね、もうちょっとストッパーとサイドバック兼任するみたいな、ね、うん、開幕の時の右サイドバックは勝谷だもんね。勝谷さんです、うん、そうまあ、フルバックって感じですよ。そう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 。フルバック。フルバック。まあでも、今回はじゃあ、この J リーグ歴代最強イレブン背番号2の右サイドバック、じゃあ、うん、山田信久さんで大丈夫ですかね。はい、はい、大丈夫です。はい、ということで、はい、山田信久さんに決定しました、うん、ということで、次の、3番。